髪の毛は命だというのは女性だけではない。男だってちょっと薄くなれば大枚はたいて羊毛剤を買おうっていうもの。その大切な髪の毛をかけて今日戦うのはモチョコタ。かつては NWA ウェルター級の王者でもあった。対するのはグランハマダに NWA ミドル級のベルトを奪われたグランコチーセ。この2人1年前にも髪の毛マッチを行い、コタが丸刈りになっている。コタよく敵を打つか、コチーセ返り討ち。ご覧いただきます、このウチャリブでは壁ジュナ、コントラ壁ジュナヘアマッチであります。グランコチーセ、そしてモチョコタ、両選手がデスマッチであります。この2人はかつて同じヘアマッチを行ってますね。そうです、昨年やってますよね。はい、それでコタが負けてるんですね。コタが負けてます、はい、復讐戦です。はい、トランクスがグランコチーセ、一方藤色と紫色、2色のトランクスがモチョコタであります。なんとか前回の雪辱を果たしたいモチョコタ。出だしはそのモチョコタのファイトの方がやや上回っています。攻撃の主導権を握っている感じのコタですが、グランコチーセがこの辺りから反撃か、いやアンダーのことを出ました。伸びました、大の字になりました。グランコチーセを担ぎ上げて叩きつけました。モチョコタ171センチ83キロであります。まあコタの場合はですね、チャレンジャーの気持ちでしょうね。前回敗れてるだけだね。おお、これは面白いぞ。バックリーカーに行きそうです。ああ前へコーナーマットに叩きつけました。顔面ですね、顔面をコーナーマットに激しく打ち当てましたコチーセであります。まあ、このクラスのね、悪党では彼が一番こう憎まれ役って言いますかね。あーはーはー、歌の方がですね。そしてラインのボディスター、これも効いています。もう首位で落としてますよ。そしてカバーに入りました、ホールの体勢に入りました。カウントを2つ、もう危ない、危なかったですね、うん、コチーセね、足を低くしてそのままこれもピンの体勢ですが、ピンチが続きます。コチーセピンチが続きます。もう一回いきますね、これもカウント2。うまいですね、悔しがっております。もうちょっとこの入り方が大変うまいですよ。かつて NWA 世界ウェルター級の王座についたことのあるもちょこた。一方さあ反撃に出るか、コチーセ、コチーセの方も NWA 世界ミドル級の王座についたキャリアを持っています。会場外に降りました、モチョコタ。ゆっくりとリング内に戻ります。このあたりがいわゆる心理作戦、飛び込んで蹴り上げました、モチョコタ。モチョコタの方がその攻めにテンポがありますね。これまでのところね、積極的ですね。担ぎ上げたぞ、バックブリーカーの体勢だ。そして今度もコーナーマットに顔面を叩きつけました。口のあたりを押さえていますコチーセ。このセッティングを決めながらの技っていうのは大変うまいですね、この選手は、はい、さあもう一回担ぎ上げます。今度はロープに叩きつけました。コチーセが果たしてどこで反撃に出るか。そのコチーセ同じ技を返しました、ロープにモチョコタの喉を叩きつけました。ライバル意識がもう燃えてますねまあこれからパンチ合戦になるでしょうね。はい、コチーセのパンチが飛びます。そして肩口から当たりました。さあもう一回距離を取ったらカウンターの綺麗に足を揃えました。距離がありました、ドロップキック、なおかつもう一つこの飛び道具、はい、合わせた飛行飛び技っていう大変ですよこれ。前回のその頭を取られました、雪辱に燃えます。今日のモチョコタであります。モチョコタが一歩先にリング内に戻った。そしてコチーセもリング内に戻りました。もうすでに勝利のガッツポーズを見せておりますモチョコタ。
と少しでも時間を稼ぎたい感じのフランコチーセ、そのコチーセをまた肩口に乗せて前へ落とした、そして腕と足を決めました。変形バックリーカーが出ています。もう一回肩口に乗せて叩きつけました。そしてバックに回った、これはチキンウィングに入りました。変形ですね。はい、鶏の羽締めの体勢から攻撃をカットいたしました。次はさあ何を狙いますか。今日は非常に豊富な技を次から次へと見せます。もちょっとで今度は前からのチキンウィング、首を完全に切られております。一つ足で蹴りましたね。繋がりませんでした。なおもおちょこたがまた担ぎ上げました。そして前へ落とします。おちょこたがロープの外、そしてセカンドロープ、トップロープにかかりました。足がかかりました。さあ大きく失敗がどういうふうにつながりますかね。コチーセが大いに刺さります。先に立ち上がりました。おちょこた肩口から一発当たった。そして入ってくるの、いや待ち受けていた。コチーセ、コチーセどうか、あ危ないぞ。コチーセ危なかった。コチーセが揺さぶりをかけます。面白い技ですね。そうですね、おちょこたの方が苦しいですね。はい、なかなかお茶リプレでなければ見られない技が豊富に繰り出されてまいります。見応えがあります。一発ボディを蹴りました。おちょこた担ぎ上げた、叩きつけました。そしてボールの体勢だ。これもカウント2つ、エビに入りましたからね。ピンチが続きます。フランコチーセピンチが続きます。客席に大きく右手を上げました。ガッツポーズを見せました。おちょこた、おちょこたが担ぎ上げたと。あっと、しかし見事な大きな腕を綺麗に使ったエビが止める。スリーカウントになりました。コチーセエビが止め、おちょこたを下しました。いやあの開始技、そうです、ここでね見事でした。シュタースするわけですね。はい、エビですね。これでも完全に動きを止められました。もちょこた今回もコチーセがコタを下しました。もちょこたがレフリーのカウントが早すぎると抗議して、聞いてはもらえないとは分かっていても2年続けて頭をかられることとしては文句の一つも言いたいところだろう。ああどうやら観念したようだ。しかし何度見ても四角いジャングルの中に白衣を着た親父がいるってのは馴染めない光景だ。相撲の断髪式よろしく、ハサミが入る。最初に切り落とされた髪は本人に、そして2番目に刈られた髪は勝利者コチーセに渡される。あ、女性の緑の黒髪なら色っぽくもあるが、むさっ苦しい野郎の髪じゃもらっても嬉しかないね。いやもっとも中には試合の記念として取っておくってやつもいるそうだけど、残りの髪の毛はコタの手に。何やらコタが言ってるぞ。おそらく髪の毛が伸びた暁には3度目やろうじゃないか、挑発しているに違いない。おお、コチーセがコタに髪の毛を投げつけた。おいおい、いくら自分のだからってんなとこに入れんなよ。そこにはもう十分は、あ、いやいや、まあ、ともかくコタの気持ちもよくわかるよね。さあバリカンによる刈り取り作業だ。しかしこの2人の因縁当分一方